こんにちは、ナフ太郎です。まずはじめに謝罪したいと思います。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。なぜかと言いますとね、第5回プレゼント企画なんですけれども、こちらの2点 X ショットシリーズ、プレゼント募集したんですけれども、8月11日から10月末日ぐらいですか、約3ヶ月間なんですけれども募集をかけたんですが、30件以上の、メールをいただき、本当に誠にもありがとうございました。誠にありがとうございました。はい。で、合計4名の方にですね、メールを返信したんですけれども、1人目当選しました。で、1週間以上ちょっと返信がありませんでしたので、でまたちょっと申し訳ないということで、次は、2人目の方にねまたメールを送りまして、で1週間前後してまた返事が返ってこなかったので、で3人目の方に、またやって、で同じような感じで4人までねメールで連絡したんですが、うんともすんともですね、返事が来ませんで、でこれはですね、ひとえにプレゼント企画の募集期間を3ヶ月も取ってしまったことに原因があると私は考えております。そりゃですね、応募して3ヶ月近くもですね、その先、その忘れちゃいますよね、3ヶ月も経ったら。本当に人間そりゃ忘れますよ。本当申し訳ございませんでした。すいません。ということで再募集いたします。本当に申し訳ございませんでした。第5回プレゼント企画再募集期間は、本日がですね2018年11月26日ですから1週間、12月2日までとさせていただきます。1週間ですね。で、日曜日ですから次の月曜日、土曜日日曜日過ぎて月曜日になったら、私の概要欄に貼っておきますナーフプレゼント、.gmail かな、@gmail かに、概要欄に貼ってあるアドレスから返信が、当選した方は来てると思いますので、そちらの方をね、ぜひチェックしていただいて、できるだけ早く返信いただければと思います。1名の方なんですけれどもね、はい、この度は本当に申し訳ございませんでした。今後はですね、プレゼント企画を行う際は、2週間程度の募集期間とさせていただきたい、いただきます。はい、2週間にします。今回第5回プレゼント企画の再募集に関しては1週間とさせていただきます。誠に申し訳ありませんでした。すいませんでした。ということで、第5回プレゼント企画再募集よろしくお願いします。メールアドレスは概要欄に貼っておきます。それではまた。